はい、皆さんおはようございます。こちらは土曜日の朝6時となっております。本日は、登録組手本戦への LCQ 最終予選と、プレイイン、日本から龍吉くんが出る大会ですね。そちらが、会場の方で行われているため、僕らの出番は明日となるため、今日は出番がありません。なので今日はね、まあ、がっつり、プレイヤールームで練習したいなと思います。で、まずは、日課のこの、バナナを、確かめ、ビニールにくるんで、パソコンの近くの熱で、ちょっと温めたら、変わっているかもしれません。見た目は、でも若干黄色くなってきた気がするな。ちょっと、あと、2日、で、なんとかね、いける状態まで持ってってもらって、お願いします。で、今日は、朝ごはんは、こちらの、昨日の、サンドイッチの残りです。会場の近くにあるんですね。この、コンプトンサンドイッチ。量が多かったらね、半分残しました。まだ食べれるでしょう。じゃん。このね、具のはみ出方か。さすがアメリカですね。うん。まあ、これ食べてちょっとしたら、プレイヤールーム行きたいと思います。それでは。今こっちは朝の8時になりました。で、8時からねスーパーマーケットがね開くということなんで、まずはちょっとそちらに行って、まあ、お土産みたいなもんも買わないといかんからね、今から、行ってみたいと思います。で、方向はですね、初日に行ったオールフードマーケットの方で、ホテルから向かって南へ行きます。会場はね北方面なんで、また役になるんですけれども、朝こっちの気温は48°F ファーレンハイト。どんぐらいだろう。まあ、10度ないぐらいかな。多分ここ、ブルックリンエリアは、なんというか、街並みもちょっと閑静な感じがして、だいぶね、マンハッタンに比べると、過ごしやすいんじゃないかなと思います。でね、こっちワンちゃんを飼ってる方が多くいらっしゃると思うんですが、中でも、まあ、今の犬は違ったけどブルドッグが多いです。ニューヨークだとね人気、あれ全然ブルドッグいないけど、多分ねここ歩いてるとブルドッグを散歩してる人と会えるんじゃないかな。まずこの前は、オールフードマーケットに来たので、もう一つのスーパーマーケットであるトレーダージョーズの方に行ってみたいと思います。今日はなんか雨降るかもって言ってたけど、すごい天気。はい、ずっとまっすぐ歩いてきてます。やっぱ犬の散歩してる人が多いね。やっぱね、さっきブルドッグ2頭連れてる人がいたんですけど、別にブルドッグが多いってわけじゃない。早速なんだ。ワンちゃん、西に向かって歩いてるので、このまままっすぐ行くと向こうはマンハッタンになるんでしょうね。トレーダージョーズ。ジョーさんのお店ってこと？こっちは青だね。アメリカの信号はこれが青。そしてあれが赤ですね。おー、ワンちゃん。おー、向こうからもでっかいワンちゃん。おー、そしてランニングする二人組と。あ、でもここはランニングしてる人が多いね。
ちょっとせっかくなんで、あっちの方行ってみましょうか。トレーダージョーズはこっちなんですけど。やっぱ朝ね、日本にいるとなかなか、こう朝6時に起きることとかもう全然ないんだけれども。まあこっちに来ると時差ボケもあってか、ちょっとね、こうした時間から起きて早く活動するのも、なかなか新鮮でございます。で、あれが、昨日僕たちが、車で通った、ウィリアムバーグブリッジ。で、あれが、ここブルックリンとマンハッタンを結ぶ、橋、大きな橋と。でね、あとなんかね、向こうの方に、ボロ橋っていうのもあるらしいんだよね。なんとかボロ橋。別にね、ボロいわけじゃなくて、名前が、なんとかかんとかボロ橋っていうね。向こうの方にも、こっちのエリアとマンハッタンを結ぶ、まあ、橋があると。クイーンズボロだ。クイーンズボロ橋っていうのがあるらしいです。おお。いいですね。じゃあちょっとここで一回パシャリしましょうか。マンハッタン。マンハッタンと私です。はい。決まったね。じゃあトレーダージョーズで戻りましょうか。来ました。ノーアニマルアロー。地下なんだね。ではなんか地下でしたね。なんだっけ。ホールフードマーケット。おお、いろいろありそうですな。植物やら。お、バナナ売ってますね。でもバナナはもう仕入れているので。まあでも感じはやっぱあんまり変わんない気がします。前に行ったホールフードマーケットと。はい、4日目の朝食ですが、一番高いメニュースペシャルバーガーを頼みました。なんと26ドルで、さらにベーコンもトッピングしたんで余裕の30ドル超えです。今日はこんなメンバーで、まあ、たまたまね一緒になったクリス・ウォン、レシャー、どうですか？ How is it? パンケーキ Really good. Yes, very good. I try. Yes. Too big. Yeah.For me, Asia people? Yes, it's very big, so. Bon さんは？どうですか？食べた？うまい。あ、でもマッシュルームサンドイッチなんか良さそうね。サイズ感的にも。ボリューム的にも。ちょっとでかい。モーニングじゃない。ああ。行ってみたいと思います。でかアメリカンバーガーって感じ。非常にジューシーで、パンもねカリッとして、あとこのソースがですね、マヨネーズを軸としたハンバーグソースで、あとはベーコンのカリカリ感も美味しいございます。いただきます。はい、ジャスティン・ウォン。 Hello, how are you? Please say something to Daigo. はい、こっち今練習ルーム終わって、最後のというか、まあ、夜ご飯を食べに来ました、近くのお店です。ここはね、アメリカの多分サザンアメリカンスタイルのお店だと思います。バッファローウィングバーガー、私はチリスープのコーンブレッド。
いただきましょうかね。Yeah, you over pitcher. うん。程よい辛さとチーズがいい塩をかけて美味しゅうございます。あ、これコーンブレッドが確かに蒸しパンっぽいですね。甘い、甘すぎない、うまい。